はい、吉田隆の教え方チャンネルです。えー、今日は1年生の国語、小さい「つ」ねこ、猫、猫の指導についてお話をします。はい、えー、小さい「つ」は特殊音節の一つで、即音、詰まる音と言います、えー。一音なんですけれども、音は発しません。えー、詰まるような感じなんですよね。 でこの、ね、ちっちゃい図、読みや書きで多くの子がつまずくところです。えー、そこでですね、私がおすすめしているのがミム、耳。 多層指指導導モデルのでですよね。についい。てててはネットで検索をかけてみてください非常にね、えー、詳しく解説されています。まあ、簡単に言いますと、こういう特殊な音説を視覚化と動作化によって、えー、覚えさせようということなんですけどもね、まず視覚化から言ってみましょうね。猫だったら、二音でできてますから、猫、ね、と、こういう黒い丸をね、えー、この文字の上でも横でもいいですね。 こうやって表示して、日本ですよということを視、ね、覚化して覚えさせようと。一方、根っこのちっちゃい図ですね、これ、速音詰まる音ですので、マークをちょっと変えるんですよね、はい、こういう白く小さるい丸にして表記をすると、まずこうやって視覚化によって、ね、違いを認識させるということです。え続いて、ね、動作側の方に話を進めようと思います。はい、え続いいてて動作を入れて覚えさせるととうことですね 猫は2音ですので、こんなふうに、ね、拍手を2回させます。猫、ね、と、こんな感じですね。猫は3音なんですけどもね、即、えー、音の部分、発音しませんので、拍手、グー、拍手と、こんな感じでやっていきます。ちょっとやってみますね。猫、ね、と、はいえー。グーで握ったところは音,をし、ま、音は出しませんが、グーを握るという感じですね。 えこれはですねあのー、少しね、えー、先生方も練習してください、例えば切手ならね切ってと、こんな感じですよね、木筋だと、木っんですね、えー、バッタならバッタと、こんな感じになります、で私の実感としてですよね、えー、実感としてなんですけどもね、この視覚化よりもむしろ動作化の方が効果があると思いますね。 えですからね、えー、しばらくの間ね、この速根の部分だけは常にこの動作を伴って読むというふうにしてあげると、1年間かけて指導していくとかなりのね、えー、成果が出てくるというふうに思っていますね、えー、この指導方法、えー、大変素晴らしい指導法ですのでね、ぜひね、取り入れていただきたいと思います。 YouTube 動画とは別に、吉田隆チャンネルというホームページを運営しています。毎月行っているセミナーの案内、強化単元ごとの動画へのアクセスリンクなんかもありますので、ぜひご登録をお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方、いいねボタンをクリック、そしてチャンネル登録をお願いします。